こんばんは、ミッドナイトズズです。今回は最近デスクに導入したものを紹介します。ワイヤレスマウス、マウスパッド、PC スタンド、ケーブルホルダーの4点です。細かいガジェットだからこそデスクでの効率がかなり上がった部分なので、ぜひ導入を検討してみてください。まずセネテムのマウスパッド。現状使っているマウスパッドが汚れてしまって操作が引っかかるようになってしまったので買い替えです。価格も安めで、何よりロゴなどが一切なくシンプルなのが最高です。大きめで厚みがあり、裁縫もかなりしっかりしています。表面は若干光沢感があり、撥水加工がされているので多少飲み物をこぼしても大丈夫。裏面はゴム製の滑り止め付きで、マウス操作でずれることはなかったです。折り目もつきづらいです。大きめの厚めなので存在感があります。いい点と気になる点はこちら。すでに1ヶ月ほど使用していますが、個人的には不満点はありません。以前はエレコムのマウスパッドでしたが、マウスが飛んじゃうことが多かったです。セネテムでは飛びませんし、摩擦音も静かです。マウスも買い替えました。ロジクール G703H ワイヤレスゲーミングマウスです。ゲーミングマウスって光りがちなので敬遠してたのですが、操作性とカスタマイズ性がすごいのでついに手を出しました。光る以外はシンプルなデザインです。充電式なので電池の重さも気にしなくていい。同梱物はレシーバーとレシーバー延長アダプター、 10g のウェイトと充電ケーブルです。電源ボタンは裏にあります。サイドに2ボタン、中央のボタンで DPI 速度をワンタッチで変えられます。どれも押し心地が良く、ホイールもかなり操作しやすいです。ここには 10g のウェイトをセットしてマウスの重みを足すことができます。磁石でひっついているので取り外しも簡単。充電はマウス本体前方に挿すので充電しながら使用することも可能。私はウェイトをつけず使っていますが、かなり操作が楽です。本体が軽く大きめでサラサラとした触り心地なので、無駄な力がいらない。手の小さい方だと大きく感じると思います。以前使っていたのはエレコムの EXG でした。比べてみるとこんな感じ。 EXG もいいマウスなので併用予定。少し小ぶりで静音性があるのがお気に入り。 G703H は縦に長いですね。比較するとこんな感じです。 EXG も全然悪いマウスではないのですが、 G703H が良すぎました。一番の強みはロジクール G-HUB というアプリケーションで、各システムに対してコマンドやマクロが組めること。各クリックに対して任意のコマンドを割り当てたり、キー、アクション、マクロ、システムなどカスタマイズ性が豊富。感度も100から25600まであり、任意の値を設定してマウス側でワンクリックで切り替えられます。マウスのライトももちろん調整できて、効果や色も様々選ぶことができます。特に最高なのが、アクティブなアプリケーションに対して自動的に設定が切り替わること。いちいち設定せずとも自動でコマンドが切り替わるので効率がぐっと上がります。そしてなんと今回ボヤタさんから商品提供をいただきました。忖度なしのレビューをしますということをボヤタさん側からも快諾していただきましたので紹介していきます。
すごく正直な話、 PC スタンドって正直必要かなという意見側でした。今回の商品提供を受けて初めて使用したのですが、結論、早く導入すればよかったなと思っています。デザインは至ってシンプルです。接触部分はシリコンゴムで保護されており、傷がつきにくい設計、炭素鋼なのでかなり頑丈なので 2kg とそれなりに重いです。角度は2方向に約180度無段階調整、しっかり支えてくれるので割と固め、スタイリッシュでいい感じです。実際に使用してみます。今まで MacBook Air の位置が低かったので目や肩が疲れることが多かったです。 PC スタンドは場所を取りそうなイメージがあって導入してきませんでした。高さが上がっていい感じです。角度が自由につけられるので MacBook Air の操作もすごく楽になりました。この商品の一押しポイントが360度に回転するので、横方向に角度を少し変えたいときにすごく便利です。支えの部分にもシリコンゴムが採用されているので、傷つく心配なく、さっと外してさっと置けるのもストレスフリー。シリコンゴムはベタベタしにくそうで、滑り止めの役割も果たしています。頑丈で重いがゆえにかなり安定して支えてくれます。耐荷重は 5kg。 いい点と気になる点はこちら。個人的には縦方向の角度調整が割と固めな点は気になっていますが、一度角度を決めてしまえばあまり調整することがないので大丈夫そう。ポヤタの別の PC スタンドを借りることができたので、ちょっと比較。この動画の時点では右の方が500円から1000円ほど高めの商品、今回のものは360度回転ができますが、こちらはできません。デザインも多少違います。角度調整の硬さはどちらも同じくらい固め、収納時もほぼ変わりません。製品の違いを比較するとこんな感じです。使用感に大きな違いはありませんが、強度は BON21 の方が高そう。 MacBook Air M213.6インチを置いた感じがこちら。今回の N33 は BON21 より正方形に近くなっています。個人的に一番差が気になったのがこの支えの部分、今回の方が深い設計になっています。こちらは浅め。 MacBook Air を置いた際にフィット感に違いが出ます。今回の製品の方がより手前に来る感じ。どちらの製品も概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ見てみてください。 PC スタンドを導入したことによって姿勢も改善されそうです。立ちながらでもさっと操作できるのもありがたい。下にさすがにもう一台ノートパソコンを置くとはみ出ますが、キーボードくらいなら収納できそうです。本当に MacBook Air の操作がかなり快適になりました。すごく導入してよかったなと思っています。最後にこちら、ボヤタのケーブルホルダー、これもなくても困らないので導入を先送りしてきた製品です。ただもう今やめっちゃ助かってる存在になってます。マグネット式になっているので取り回しがすごく楽です。設置したい部分に本体を粘着で貼り付けます。一個一個カットして切り離して使えるのもすごい。この一個一個をケーブルに取り付けてマグネットで引っ付けて収納できます。この簡単さがすごく便利。
知力も強めなので今のところ不便に感じたことはありません。ケーブルの太さによって3種類ありますが、結構このサイズにとらわれず何でもつけれてます。試しにケーブルにつけていきます。今回購入したワイヤレスマウスの充電ケーブル、中間サイズのクリップをつけましたが何ら問題なし。標準キャノンケーブルで試します。一番大きいサイズでトライ、いけました。キャノンいけるなら何でもいけそうです。実際にデスクに設置します。目立たず取り回しの楽そうなデスクの端に設置。粘着部分は繰り返し使用可能な素材。何度か付け直しましたが粘着が残ったりすることもありませんでした。ここによく使う充電ケーブルたちを収納できたらめちゃくちゃ楽です。ワイヤレスマウスの充電ケーブルを収納。キャノンは重いので不安でしたが、ちゃんと引っ付きました。出しっぱなしだったフォンケーブル系も収納します。いつも落下させてはどこ行った状態になってたケーブルがこんなにも取り回ししやすい状態に。 MacBook Air や iPad mini、 iPhone のケーブルも常設してすぐ充電できるようになりました。これがかなりストレスフリーです。よく使用するケーブルをこのようにマグネットで収納することでめちゃくちゃ便利になりました。おすすめです。両面テープでどこにでも貼れるので目立たない位置に収納できてとても満足です。どれもコスパのいい、導入してよかったと思う製品しかないので、ぜひ皆さんも検討してみてください。ご視聴ありがとうございました。